インストアブランチの一例西日本シティ銀行、田島市店イオンスタイル笹岡に併設されている。インストアブランチとは、スーパーマーケットなどの商業施設内に相談窓口的な店舗を設置する形態の銀行店舗のことである。インストアブランチと称される店舗は、原則的に銀行法上の店舗ではなく、相談窓口や営業所扱いで開設。 運営されているところが多い。すなわち、銀行店舗とは別に組織された、法人営業拠点や国際空港内の外貨、両替コーナーと同等である。これはかつて銀行店舗の新規出店には、金融当局である大蔵省の規制が敷かれており、1997年、以後の銀行法改正により出店規制自体が、緩和され、欧米で浸透し始めていた、 インストアブランチ形態の展開が現実的に可能となったゆえんが関係している。このため、同年から省内銀行など地方銀行を中心に展開が開始された。各金融機関の中での捉え方や、口実のように報道機関においても、その定義づけが曖昧であるため、インストアブランチという言葉の定義が定まっていない部分があるのが現状ではある。 専門家などによる書籍などでは、銀行の営業時間外の銀行店舗スペースを他のテナントエリアとシャッターで仕切らない、商銀やイオン銀行の店舗がインストアブランチのモデルケースとされる場合が多い。営業形態は、近隣支店や本店営業部などに属するリテール向けの営業所あるいは相談窓口のため、リテールのみの取扱いとなり、法人営業は行わない。 銀行側の判断によって、現金の取り扱いも行わず、資金移動を伴う取引は、預金口座の振り替えによる振り込みや、定期預金などの預け出しなどに限定され、それ以外は、住宅ローンの相談、銀行窓販保険商品や、投資信託の相談、販売などに限定されているところが大多数であると、される。北斗銀行のところの視点。 するが銀行清水町支店のようなフルバンキング店舗の場合はショッピングモールのテナントであってもインストアブランチとは称されない。一方、114銀行夢タウン高松出張所のようにインストアブランチと称していても実態はフルバンキング店舗というケースもある。また、銀行代理業者として A 銀行のインストアブランチで B、C、 D 銀行の新規口座開設や住宅ローンなどの取引、相談を取り継ぎ、媒介の形で行っているセブン銀行などの例があったり、関係会社へインストアブランチの運営をほぼ全面委託して全国に対面拠点の展開を図っているイオン銀行の例もある。主に都市部に見られる駅舎や駅ビルでナントビル内にフルバンキング店舗が入居しているものの路面と、 接している店舗や空港内の支店、友人出張所などは、インストアブランチとは無関係であり、インストアブランチと称するのは御用である。ゆうちょ銀行では、インストアブランチとして特化した店舗は有していないが、郵政民営化以前のシティポストや大学、博物館、明治村など一部の公共施設内に開設、運営された、休館郵便局は、 その立地条件と遊女の取引に制約があるなど、インストアブランチに近い性質がある。また、商業施設に郵便局や、無人の遊女キャッシュコーナーが設置されているが、これもインストアブランチではない。類似用語として、インブランチストアがある。これは本支店など銀行自前の建物の一部分を、貸し店セとして、飲食店やコンビニエンスストアなどの商業店舗を入居させる。 携帯を言う1998年に銀行の建物の用途を規制していた営業用不動産の有効活用に関する通達が廃止されたことに伴い、物販店用途に建物のフロアを賃貸させることが可能となった。ただし、オフィスビルのようにもともと物販テナントへのフロア貸しを想定せずに設計された建物がほとんどで銀行としての執務スペースで、 フロアが満床の状態も多いため、こぞって参入する動きは見られていない。サントムーンか北川内の別の建物には、静岡中央銀行のインストアブランチが入居している。厳密な意味でのインストアブランチの定義とは異なるが、将来銀行4タウン、米沢支店、同南洋支店のように、ショッピングエリアの中に別途で立地している店舗を、 ベッドバインストアブランチと過北新報が報じていたことがある。ありがとうございます。